4番、熊本の田中敦子がその後ろ6番手勝負どころうまく位置を取って伸び足見せられるか7番、群馬の野口由美香は一番後ろから勝負どころうまく組み立てて伸び足見せたいところです。残り2勝を切って1コーナーー。ナから1センター 6番内村真織が依然として一番前。2番長沢屋二2番手の位置。その後ろに1番田中真由美が続いている。3番三宅愛里が4番手で、内を使う感じで野口美香が最高から上がりかけていますが、6番内村真織が行くのか、長沢屋二2番手の位置。そして5番の田中真由美が行きました。4番田中敦子が続いて、5番の田中真由美が果敢に打って出ました。 4番の田中厚子が続いての最終回、6番内村真緒そして長澤彩が巻く第1コーナーからセンター、長澤彩のまくり、3番手、2番手の外、前を飲み込むか、2コーナーからバック、2番長澤彩のまくりが決まった、その後ろは6番内村真緒が続いていく、内側には田中茉愛ですが、前2人が抜け出した、2センター上がりのコーナー、2番長澤や6番内村麻緒里、2コーナー、2番長澤や6番内村真緒長澤彩だ、力強く押し切りました、ゴールイン。長沢 を決めています。続く形で6番内村真織が2着。